いきなりですが、今回は日英軍事開発を詳しく見ていきます。次期 XF9 も日英で開発し、実証実験などの話も進められています。IHI とロールス・ロイス社との開発スピードも驚異的となります。ミサイルや新型レーダーも完成です。2021年12月22日、日本の防衛省は、来年度である2022年度初めより、現行の F2 戦闘機を代替する次世代戦闘機について、その機関部をイギリスと共同開発すると報道発表を行い、新たなイギリスと日本の連携に注目が集まっている。具体的には、2022年4月より、現在自国の第6世代戦闘機のテンペスト計画でも、機関部を担当するロールス・ロイス社が、日本の次世代戦闘機の機関部開発にも参画するという内容であり、2021年6月頃より浮上していた案件である。同日に、イギリスの国防省から発表された内容は、日本のものより詳細について語られており、そこでは、テンペスト計画に向けた機関部の実証エンジンを同国と日本とで共同開発すると、その内容を伝えている。それによれば、イギリス側はテンペスト計画に向けた実証エンジンの開発に約46億円を投入し、続いて同エンジンの発電能力を示す実寸大の実証機に約300億円を投じることを予算上からも行うものだと述べられている。日本では、次世代戦闘機の機関部としては、IHI 社と防衛装備庁が開発した XF9 の試作機1が2016年に完成しており、これまでは、同機をベースとした機関部の純国産化も視野に入っていたが、ここに、イギリスの技術も取り入れることとなるのだろう。くしくも、アメリカ空軍の第6世代戦闘機 NGAD でも、近年、著しく電力を消費することとなっているアビオニクス類とそこらから生じる熱をどのように解消するのかがポイントになっており、新型エンジンの最大の課題だと見られている。アメリカ空軍では、ここで用いる新型エンジンをアダプティブエンジンと呼称しており、推力向上や燃料消費量の低減に止まらず、発生する熱の冷却と、それらを両立させる性能を達成させようと、開発に取り組んでいる。イギリスのロールス・ロイス社の機関部は、今後、ますます大電力が求められることに対応し、かつそこで発生した熱を回生的に使用することで、冷却も同時に行うことを志向している模様で、アメリカ空軍とは、別のアプローチ手法のようにも見える。いずれにせよ、非凡の IHI 社が持つ XF9 では、こうした最新の大電力の供給と、そこで生じる熱の冷却といった部分については、技術的に不安が残るというのが実情のようであり、今回の共同開発で、その点のカバーを選択したと考えてもいいのだろう。今回の次世代戦闘機の機関部をイギリスと共同開発するという報道を受けて、こうしたイギリス、日本の両国の協調体制を、かつての日英同盟になぞらえて歓迎する向きが多いようだが、これ以前にも、両国の軍事的な協力は始められていた。それが、日本が、ツナム、ジョイントニューエア・ツーエアーミサイルと呼んでいる。戦闘機に実装するための新型の空、対空ミサイルであり、現在から7年前の2014年の7月から、日英両国が共同で研究を始めている。ツナムの開発のベースとなっているのは、イギリスが主導し、同国の MBDA 社が開発したミーティア空、対空ミサイルであり、視界外の敵対空目標に向けたアクティブレーダーフォーミング方式を採用した。長距離ミサイルである。ミーティア空対空ミサイルは、
イギリス、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍のユーロファイタータイフーンや、フランス空軍のダッソー・ラファール、スウェーデン空軍のサーブ・グリペン等の戦闘機に統合されているものだ。このミーティア空対空ミサイルは、直径 17.8cm、全長 365cm、重量 185kg の寸砲だが、アメリカの現冷戦音射性の AIM-120、アムラーム空対空ミサイルと、ほぼ同等のサイズ感となっている。これを、第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに用に、そのウェポンウェイに4発収容可能とするため、翼部分を短縮し小型化した改良型ガズナムであり、日本は、イギリスとは、この改良型に搭載する誘導用のレーダーについて共同研究を行ってきた。この誘導用のレーダーのことをシーカーと呼ぶが、日本は国産の九九式空対空誘導弾用に三菱電機が開発を行っていたシーカー技術をこれに転用し、2016年1月には初期段階の研究を終え、次の段階に進むと発表されていた。ついで、翌年の2017年12月には、ズナム本体の試作、及びそのミーテストを推進することが打ち出されており、以後現在に至るまで、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型の調達と並行して開発、研究が進められている状態にある。日本の予算上の動きとしては、2021年度の防衛予算の中に、このズナムの研究費が、それまでと同様に継続して計上されており、2017年12月に示されたズナム本体の試作は、2022年度中にこれを終え、翌2023年度に完了する見込みとなっている。その時点で完成したズナムを、日本とイギリスの両国で、様々な角度から評価、検証を行い、最終的に、実際に F-35 ライトニング2への実装に値するものか否かの判断を下し、クリアした場合には、正式な配備が開始される運びとなるだろう。日本とイギリスとは、第5世代戦闘機としては、共に F-35 ライトニング2を主力戦闘機とする国同士として、このズナムの開発に注力しており、この境遇が、両国の軍事関連での協力体制をもたらした最大の要因だと言えるかもしれない。また、日本とイギリスとは、2021年度より、戦闘機等に搭載するための高機能な新型レーダーの共同研究を開始、日本は41億円を投じており、現状よりも、広範囲を、常に観測可能な高機能レーダーの開発が目的とされている点も、注目を集めていた。この高機能レーダーが、日本で言えば、次期戦闘機、イギリスで言えば、テンペスト計画に直結するのかについては未定だが、無論これを見据えた研究、投資であることは明らかであり、イギリスとの協調姿勢の表れと見てよいだろう。日本の次世代戦闘機もイギリスのテンペスト計画も、そこで開発される新型戦闘機は、2035年頃の実戦配備を念頭に置いている点でも、共通項が多く、アメリカに続く準同盟国としてのイギリスとの兵器システムの相互運用性の向上が期待される。日本の次世代戦闉機は、三菱重工業者を主管企業とし、そのマネジメント下に、国内の関連企業が紐付けられる体制で、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が打ち出されていたが、イギリスとの協調がここに来て本格化している。悲願の純国産戦闘とは、次世代戦闘機はなり得ないのかもしれないが、2兆円以上とも言われる多額の開発費が投入される事業だけに、
いかに自国主導の立場を譲歩せず、有効な兵器開発につなげるのかが問われることになるだろう。すでに中国は航空母艦艦載機としての J-15 戦闘機に新型となる T 型を投入しつつあり、これにさらに新型で約 200km もの超射程を持つとみられる PL-15 空対空ミサイルを実装する可能性も多く、対抗策は待ったなしの状態だ。かつて1990年代までは史上最強の呼び声も高い F-15J イーグルを主力戦闘機として配備していた日本は、アジア一の星空能力を有する国だと言えたが、もはや数の上では中国に単独では対抗することが困難な状況に直面している。